おはようございます。一ノ瀬来てます。一ノ瀬来たら見てください、木道補修が行われていますね。11月30日まで。6月29から11月30、まあ準備したってことだね。発注者名群馬県環境森林部、工事名尾瀬施設クオリティアップ事業木道再整備工その2、事業所名角田建設。1100万円。こっちも発注者名、注文者名山本一太さん、保険が角田さんで、まあ角田でやっているっていう感じだね。でこちらは1760万円。これ、まあ、群馬県さんが管理しているこの登山道は、自分たち尾瀬の木道直したいでクラウドファンディングかけて集めた1150万円を渡したんですよね。でその予算と、あ、それを予算費に当ててもらって、その資金と群馬県さんの方の予算っていうのを足してやるっていう感じの木道修繕、登山道修繕になると思うので、なんでその群馬県さんがこう直そうと思っている区間と自分たちが渡したお金の区間を足して今年はやっていくっていう形になるかと思います。よっしゃ、やっていきますか。今日は尾瀬沼山荘へ60キロくらいの荷物です。木道の、まあ、木道登山道修繕がどんな感じでやられているか撮れたら撮りたいと思います。あとね、これね、手ぬぐいの新色が出ました。ショート動画でも上げようと思ってます。開けない、わかるかな、なんとなく色がわかりますかね。全然広げられない、こういう感じです。これがね、夏カラーになります。季節でね、カラー変えることによってね、こう印象が変わるんですよね。このブルーが夏カラーです。でこれから秋のカラーももう作り終わったんで、秋のカラーとかその夏とかのその限定、この時期からこの時期まで売るっていう感じの、販売するっていう感じのね、限定のカラー展開にしようと思っています。まずは鳩町峠と大清水から販売しようと思っていますので、ぜひ夏ぼっか手ぬぐいをよろしくお願いします。この前の雨かな、
土砂崩れっぽい感じになってます。こういうところはね、こうえぐれたりとか水でとかで崖崩れっぽいのがね起こっちゃうから怖いですよね。七曲がり上がってきました。これまっすぐ行くと三瓶峠すぐなんですけど、まだ道全然やわらぼうとしてないかな。まだまだ時間がかかりそうです。おお、まだ始まってないね。おわ、危ね。多分直すのは多分片側一車線の木道だと思います。まだ看板を設置したっていうだけかな。だんだん始まっていくとは思います。ここはね、去年直した木道です。でもこの4本線のやつ、4車線のやつは結局ね、結構壊れが早いんですよね。こっちの2枚というか、これを1、2、3、4個をくっつけてる、これ2個をくっつけてる、なんか2個をくっつけてる方がね強い気がする。3本くっつけてあるところがビジターセンター付近にあって、あの鳩町峠から行く山の原のビジターセンター付近に3本の木道があるんだけど、それはだいたい真ん中が壊れてるんだよね。だからこの4本の木道もきっと真ん中からすぐ壊れちゃうんじゃないかと思います。厳しい意見ですが、でも事実なんで。まあでも新しい木道はこうやって歩きやすいです。滑らないしガタガタしないしね。これがどのくらいこう持つのかっていうのはね、やっぱり皆さんの目でしっかりと見続けて見守ってほしいなとは思いますね。よくおぜ来る人だったらわかるとは思うんで。ここで一旦終了か。まあ木道修繕が始まるとか登山道修繕が始まるってなれば群馬県さんから連絡は来ますよね。確かにね、まだ来てないってことはまだ始まらないのだね。でこっから石段がこうやってね始まる。それで関係者用のね、あのアンケートっていうのがね実施されました。登山道、木道に関するアンケートです。それを群馬県さんがどう集計を取って、でその結果からどう実行するのかはまだ分かりませんが、でもすごいいいアンケートだったので、このアンケートがね、関係者が答えたやつをどうなっていくのかはこれから楽しみかなとは思います。ここもね、令和4年に完成した木道です。まあここまでかな、去年やったのは。うん、やっぱこの2枚のね板の方が俺はいい気がするんだよな。さっきのところからこの区間をね取り組むのではないかなと
予想しています。ここだいぶ悪いから、ねえ、こことか、まあこっから先が本当に危険なエリアがたくさんあります。このベンチはいつだっけな、自分が運んだす、このベンチマー君ベンチです。難しいね、6年前くらいかな、自分個人が請け負った仕事ですね、これは。でもう一個奥の、あの三平峠の方にも新しいベンチになってるんですけど、それも自分が運ばしてもらって、うん、このぐらいだったら全然人間が運べるっていう感じなんでね。まあこの木道1本くらいは俺たち運べんじゃないかな、2本上がるときついかもしれないけど、まあそれすると人件費がかかったりするんで、兵が安いのか牧歌が安いのかはやってみないと分かんないから、そこら辺はでも俺らがああだこうだいうところではなくて、群馬県産ここの管理者がどうやるかっていうのは決めていくっていう感じになりますね。まあそれに対して意見をするとか話をするとかっていうことは全然いいことだとは思うんでね、何か管理者に伝えたいコメントとかがあればコメントでぜひお知らせください。こういうとこが綺麗になるといいからね、今こうやって撮ってるから治った時と比較したいな。本当ね、道問題、まあ尾瀬はね比較的いい道が多い方だとは思うけれども、でもねこういう、まあ、尾瀬が始まったと言われてるここの尾瀬のルーツの道、ここがねやっぱりこういう風な危ない状況結構あるんで、で濡れてればすごい滑るし、ほんとここで怖い思いをしたお客さんはいっぱいいると思います。で、各山岳エリアの自分の友人たちにもいろいろ登山道のこととかで話すこともたくさんこれから増えていくなって感じてるので、各エリアの取り組みだったり、各エリアのやってこういうのが良かったよっていう結果とかを情報共有して、でこの YouTube ではねそういうことを発信できたらなって思っています。やっぱ白馬エリアとか中部山岳とかの方の登山道とか、そっちでもね素晴らしい取り組みをしてる人たちが結構いるから、本当会いに行きたいなと思ってて、今はこうやって牧歌の方が忙しいので、結構牧歌がねメインになってますけど、 YouTube としては牧歌だけにこだわらずね、いろんな山の紹介とかいろんな山のふもとの地域の紹介とかしていきたいなと思ってます。三平峠到着です。ちょっと休憩します。まあ、結果的に言えばまだ登山道修繕は始まってない感じでしたね。でも看板が設置されてたんで一ノ瀬に、だからこれから直していくとかをやっていくんでしょうね。多分それ前には群馬県さんが多分連絡来ると思うんで、連絡来てで登山道修繕のこの区間とかが分かれば
お知らせしていこうと思っています。やっぱりまだまだ危険なエリアたくさんあるので、本当治った道をね、綺麗な道をみんなにね歩きに来てほしいなとは思っています。で、今日はこの荷物を運び終わった後、片品村の道の駅でゼロカーボンプロジェクトっていうプロジェクトがあって、イベントがあるんですよね。そこにね、新宿御苑の時にイベントでやっていた花色染めっていう外来種を、手ぬぐいだったりトートバッグとか多分綿の生地にこう染めるっていうねワークショップがあるので、それを自分の妻ゆゆが参加するってことなので、荷物運び終わってから家族で道の駅に行ってワークショップ体験をしながら、ゼロカーボンプロジェクトだったりがどんな感じで行われるのかっていう説明とかもできたらなとは思ってるけど、まあまず行ってみてどんな話になるかわかんないんで、やってみようかと思っています。三平峠から小瀬沼山荘だったり三平下っていう風に俺たちは言ってるけど、まあ、小瀬沼の方にこう行くとね下り道になります。で、この下り道、まあ、三平峠から三平下までのこの区間っていうのはね、結構厄介なエリアというか、結構ねその国立公園の中でもまあちょっと語弊があるけど、分かりやすく言うとすごい厳しい、何かをするには厳しいエリアになってきます。なのでこの登山道の木道を直したいってなれば、また別の申請が必要で、別のハンコが必要なので、このエリアをね直すってなるとね、まだね結構時間がかかりそうなんです。でも群馬県さんが一度この道をね歩きに来てくれました。その時に、いやここは怖いねってしっかりとね理解してくれたことをね話してくれて、で自分たちが集めた木道修繕費、クラウドファンディングで集めた資金っていうのをこのところにもなんか使いたいなって話をしてくれたので、もしかすると来年の修繕する、来年多分こっち修繕できるのかな、来年修繕するっていう時にはそのお金を、資金を繰り越してね使うっていうこともね検討していますので、まあそこら辺も分かったらね、まあ決まったら詳しくねご説明しながらやっていきたいと思います。そう、ここはねだいぶ厳しいんですよ、エリアが。なんだっけな、特定国立公園みたいな、なんだっけな尾瀬の詳しい環境省や群馬県さんが見れば、この YouTube 見た時にね、おいマサト違うこと言ってんぞみたいなことがならないように、こういう風に一応補足しておきます。特定指定公園だっけな、まあ、そういうねなんかね難しい名前がついていて、まあその申請がね必要なんですよ。おい、まあまだまだこの先も壊れているエリアはありますけど、さっきのところが一番ひどいかな。まあそこにね資金を当ててくれるっていう風な話もね、自分たちの思いはしっかりと群馬県さんには届いているのかなって思います。流れでこんだけやればいいっしょとか、そういうね簡単な話ではなくてね、しっかりと自分たちは安全な道にしてほしいっていうところでお金を集めたので、そういう思いがねしっかりと伝わって、それでしっかりと資金を使って取り組んでほしいなっていうところはね分かってくれてるなって思うので、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。今年の秋までには絶対直してとかっていうところではなくて、その資金をちゃんと意味のある使い方をしてほしいってことを渡すときにね言ったので、本当理解してくれてありがとうございます。
だからね、やっぱここの、ここ会津街道、まあ松浦和夫さんと渡辺寛さんの時にね、教わったこの会津街道の道、こういう道にね、また戻すとかっていうのもね、一個の手だとは思うけど、やっぱりこう決まり事というか、すごい厳しいところなので、そんな簡単にはいかないようなのでね、まあできることを一つ一つ取り組むっていうことしかできませんので、長い目を見た時、50年先100年先とかではなくて、もうその先の奥の、ね、未来をね、本当考えた今の取り組みが大事だと思うんですよね。っていうのも、まあ、これも自分の一個の考察というか考えなんですけど、まあ本当バブルの時代にやっぱり資金が結構ねある時に、こう、まあ、木道って建造物になるんですけど、建造物の木道をね、金があるからバンバンやっちゃえみたいな感じで、まあ自然のこととかはあんまり、まあ考えてはいただろうけど、まあこういう現状っていうことはね、それほど理解はしなかったんだろうなとは思うけど、そう、そのバブルの時代にいろいろお金をつぎ込んでやったことが今の世代になって、今結構予算が厳しいので、バブルの時に作ったものが今こういうふうに壊れて朽ちてきている。そんな中、予算が足りない、どうする、管理しきれないぞっていう感じの今っていう感じになっているんだろうなって思うんですよね。だからやっぱりその時、いや今いいからいいやとかではなくて、これからね、本当、まあ、管理する人が管理しやすいように、で本当の意味で自然保護のことを考えれた取り組み、人の安全を考えれた取り組みっていうのが、これからしっかりとねやっていかなければ、本当厳しい未来が待ち受けていると思うんですよね。なので自分たちもその、まあ、尾瀬の木道直し隊を急遽ね、去年の12月に結成しましたが、本当にクラウドファンディングをやっている中で、クラウドファンディングが終わった後もね、すごいいいチーム力となって、意識も高まって、チームワークも良くなって、どんどんといいチームになってきています。なのでこのチームはね、まあ一回なんだろう、壊すんですけど、でもまた新たに大勢の登山道をメインに、環境保護だったり人の安全っていうのを考えれるようなチームを、これからまたどんどんとね作っていって、で木道修繕、登山道修繕、参加型ボランティア型だったりね、これからもしねそういうことが起こった時に、うちからねこう人をね呼べますよっていう状態とかは作りたい。まあ自分もそれには参加したいともちろん思ってますけど、みんなでね、登山道を直すんだ、実行していくんだっていうね、そういう勇士をねこれから集めたいなとも思ってます。尾瀬の木道直すっていうクラウドファンディングをやったのは本当に第一歩で、まだまだこれから先、しっかりとこれから起こり得る未来を予測して、で管理者と一緒に、尾瀬が大好きな人たちと一緒に取り組んでいきたいと思っていますんで、ぜひねクラウドファンディングが終わったから終わりだとかではなくて、第一歩目だっていうことをみんなが知ってもらって、で本当の意味で意味のある行動、取り組みっていうのを考えてやっていきたいと思っていますのでね、そちらもぜひこう今の俺たちに何ができるかっていうのをね、会議しながら水面下では進んでいますので、
注目していただけたら嬉しいなと思っています。それとね、なんかこの前たまたま立山美和さん、通称ごまちゃんと山の花で俺が渋山荘1階で帰るときに出会ったんですけど、その時に片品村の星野博さんっていう県議会議員の人がいたんですよね。で、多くの人たちがいて、でそのところに挨拶したんですけど、県議会議員の人がたくさんいて、これ言っていいのかな後で確認取っておきます。そう、県議会議員の人が結構いて、ビジターセンターで記念撮影を撮らせてもらいました。で、自分のことだったり自分の活動っていうのをね、本当に多くの人が知っていて、それで星野博さんもぜひみんな大勢に行こうじゃないかっていう話をしてくれて、みんなを連れてきてくれたっていう形だったんですよね。それとかもめちゃめちゃ嬉しいし、やっぱり群馬県産環境支部というか大勢に携わってる人 ではなくて、違うね、また県議会議員の人たちだったりの、群馬県をこう背負ってる人たちがこの大勢っていうところに来てくれるのは本当に嬉しいし、まだ山本一太さんだったりウルガさんだったり県知事さんと副知事さんはまだ来てないのかな。ぜひね、来てほしいなとも思ってるし、今の大勢っていうのを見てもらって、でこれから本当にもっともっと大きなことを成し遂げる俺たちチームはいますんで、ぜひお話ししながらこれからの未来についてはすごい語り合いたいなとは思ってますね。小瀬沼山荘到着、10時45分かな。じゃあこっから道の駅の方の動画になるかな。こっから荷物を下ろして家に帰って、家族連れて道の駅に移動していきます。いや、帰りにちょっと気になったんで撮影してます。そういえばね、こういう木道もね引かれてるんですよ。これがどういう目的で、でどういう効果があった、結果があったっていうところをちょっといろいろ知りたいなとは思ってるんで、この木道、そしてこの木道、種類がこう違うじゃないですか。これがどういう意味があって、でなんでここに試しで置いてんのか、そういうね、結果とかもねすごい聞きたいなって思ってます。はい、一ノ瀬そろそろ到着です。で、今日はね蜂蜜の納品、大清水の方にね蜂蜜の納品と、あとこの夏バージョンのボッカ手ぬぐいを納品していきます。それでから道の駅に家族で向かいます。よろしくお願いします。はい、2時間、あ、違う、2時間じゃない、2分遅刻です。はい、2分遅刻になりました。おー、なんかやってるよ。雨が降ってきたね、ゆっくりね。雨が降ってきた。なんかゼロカーボンフォーラムっていう、なんかね、地域のイベント的な感じにするから、なんかね、そんな外部の人はあんまり呼ばない感じでね、全然話聞いてないわ全然話聞いてないわゆっくり、ママがね、花色止めするよ。ゆくゆくちゃん、
でしたか、花色染め。花色染めが今休憩中。休憩中、今蒸してる中。あ、蒸してるんだ。蒸して色をつけてる。ああ、そういう仕方があるんだ。うん、20分待ちです。20分待ちだ。そろそろじゃない。ああ、感想は？楽しい。あの、簡単。簡単なんだね。できそう、俺たちも。できるよ、全然。へえ。できる。まあ、でも環境省にイベントを開くときは相談するらしい。ああ、いいじゃん、いいじゃん。速攻相談しますよ。なんかあった、やり方が。やり方ね、はいはいはい、やり方があった。でも環境省にっていうか、とりあえずそのさ、外来宿場っていう目的のワークショップとかっていうので、多分場所とかがさ、尾瀬の方だったりとかすれば、それ環境省に、土地の管理者には話さないといけないと思うし、でも自分の庭でやる分にはいいと思うよ。そうね、うん、まあ、外来種でも綺麗だし、そうだね、お花は綺麗じゃん、外来種って言ったって。まあでもいろいろ色がつきそうでもつかなかった、なんかつかないのもあるんだ。のもあるし、へえ。つかなそうだけど意外とつくみたいな花もなんかあって、そうなんだ、いろんな花があったんだ。いろんな花があれ、あった、黄斑胡椒。うん、黄斑、まあ、メインなんだやっぱり。黄斑胡椒は蜂蜜も出るし花粉も出るから、養蜂家にとってはね、結構ありがたいお花なんだけどね。まあ外来種ということで駆除されてるんで、俺は複雑な気持ちでいっぱいです。まあでも養蜂家だってあるものでやるからさ、その村にあるものでその村の味として出したいから、みんなが駆除しようぜって言うのったら駆除すればいいんだけどね。じゃあそれでね、染めたりとか。そう、染めたりとかね。飾るだけでも可愛いし。じゃあこれから染めたらどんな感じになるかっていうのが見れるんだね。そうだね。どうなんだろう。これから多分駅につけて色を定着させるっていうのはあるの。あ、なんか集まってきてよ。あ、はい、よし。荷物、この箱が上にあったんですけど、これをここにくっつけました。これでバランスは OK だと思います。おお、ここにいたか。あ、あいつだね。